今ねどこにいるかっていう浜の湖にいます。昨日スジマゼ狙って、魚狙ってたんですけどね、ヒラメ最初になってたんだけど青が出てるって言ったんで、稲田、ブリね、ワラサなんかワラサブリ級が結構出てるって言ったんで狙ったんだけどかかったんですよ。14センチのジグパラプレートっていうね、結構大きめのジグで、それが残念ながら、バラしてしまって、ちょっとリベンジということで朝マズメの方が結構来てるってことで、結構今朝6時ぐらいですけど今来ます。まあ、出征兵士を送る歌ですけど、出征兵士を送る歌のように今からね気合入れてね行ってきます。必ず来よう。お、来た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 、結構引いてるよこれ、来てる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 よ。でさっきねバラしちゃったんだけど、稲田をね、バラさんの手前ぐらいかな、今、シーバスを捨てました。60センチないぐらいかな、58センチぐらい、57、8かな。とりあえずさっきねバラしちゃっただけあってね、よかったです。57、8センチのシーバスです。急に来ました。まあでもバラさんとかブリに比べたらやっぱ引きは小さいかなって感じはするんだけど、こんな感じです。なんとかね、釣り上げることができました。
まあ最初どうだったんだろう、まあ到着した時にドラゴンメタルキャストで、その前はあのいわゆるジグパラブレードっていうバイブレーションです、 50g 結構重たいんですよね。あれで結構ブリと割らされてるんで狙っていこうと思ったんだけど、なんか周りが結構小さいジグで来てるので、あえて、小さいっても 60g なんで、まあそれなりに重たいやつで、まあ すごくちっちゃくはないんだけどね。まあメタルドラグメタルキャストということでデュオのやつなんですけどね、グローカラーということで 60g で結構飛距離が出ますね、やっぱあれなかなかいいですわ。で尺高にもなかなか良くて、まあ使用しているロットが、ジグキャスターの、10.5 フィートのやつでヘビーで、で、使用ルアーがですね、まあ、クレストだったんだけどちょっと壊れてしまって変えて、シマノのナスキー5000番の XG です。エクストラハイギアということで、なかなかねいいです。今回活躍してくれました。まあ先週買ったばっかなんだけどね、なかなか良かったです。またちょっと来ようかなと思ってます。いろいろとサーフとかもねヒラメ狙っていこうと思ってるんだけどね、まあ久々にすることできたんで良かったかなって感じがします。まあ海外にまたこれから行かないといけないんで、ちょっとそのなかなかできないけど、その前にいっぱい釣ろうかなと思ってます。